ルラビッツ、まあ、糸島のアイドルですからね、糸島の観光 PR を活動してます、糸島の観光 PR に活動しているこのラビッツは2011年7月、3年前ですかね、2011年7月に結成されたそうです。さあ今日は先ほどから MC が言っておりますいとこも途中応援に来てくれるんじゃないかなと思っております。それでは早速登場していただきます。ラビッツのステージどうぞお楽しみください。今からラビッツのステージが始まるよ。みんな集合、せーの、
白ご飯だけでも何杯でもおかわりしてきちゃうぐらいとっても美味しいです。
それで、今の時期といったらやっぱり新米の季節ですよね。皆さんも糸島の美味しい新米をたくさん食べて元気に過ごしてください。中学3年生14歳のルナです。私は糸島の新鮮な野菜が大好きで、毎日生野菜を食べてます。特にトマトはとっても甘くて美味しいです。最近では私が大好きなアボカドも糸島で作られるようになりました、皆さんもぜひ糸島の新鮮な野菜を食べてください。お願いします。中学2年生14歳のみなです。イエーイ。私の好きな食べ物はそうめんちりなんですけど、そうめんがあったかくてつゆが甘くて美味しいんですけど、そうめんちり食べたことある方いらっしゃいますか？はーい。ちょこちょこ食べたことない方はぜひ糸島に来たら食べてみてください。続いての曲に入りたいと思います。ミュージックスタート。はい、糸島では美味しい食べ物がいっぱいあるんですが、食べ過ぎには注意ですよ。聞いてください。カロリーなんて
とうございます。ありがとうございます。ここでお知らせがあります。毎月第4日曜日にはライバル商店街のゲートランチにて午前11時よりステージを行っています。また次の日曜日は福岡マラソンが行われますが、私たちラビッツもゴール地点の島中央公園にて2時半頃より出演します。みんなでランナーの皆さんも応援しましょう。イエーイ。それでは次の曲に行ってみましょう。ミュージックスタート。祭りの夜、はっ、よいしょ、あれよっと、もう一度。
紹介したいと思うんですが、皆さんも一緒に呼んでいただけますか？はい。あ、いいかな？いいかな？はい、それでは一緒に呼んでみましょう。せーの、伊藤さん。になっているんですけど、そしてさらに伊藤号のこの大きなお腹を触ると恋愛がうまくいくと言われています。ぜひぜひ皆さんも触ってみてください。はい、そんな、ね、仲良しなんですよ、ラビッツと伊藤号は。はい、そしたらそれでは伊藤号と一緒にこの曲を踊りたいと思います。聴いてください、伊藤号の島。PR していきますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
にショーを見ていただきました。ありがとうございました。いとこバイバイということでですね、いとことラテックスの、ショーをご覧いただきました、ありがとうございました。